こんにちは、フルーティストの立花正和です。今日はフルート Q&A コーナーです。メルマガや YouTube、LINE アットのみに寄せられたフルートに関する疑問や質問にお答えしていきます。それでは今日の質問です。後輩へのアドバイスとかってどうやったら上手にできますか？例えば基礎練習とかに、という質問です。それでは質問に答えていきたいと思います。3月に入ってね、いよいよ来月から新入生が入ってくるっていうこの時期にね、これから初めて部活の中で先輩になるっていう人も多いんじゃないかなと思います。で、僕がいつもなんかこう教える時とか、それからアドバイスする時に気をつけていることは、自分の伝えたいことをこう全て分かってもらおうとせずに、まあ、半分でも伝わればもう上出来っていうくらいに思うことにしています。言葉で伝えたこととか、それからやってみせたことをすぐにこうパッと見てできるようになる子っていうのは本当にですね、10人に1人もいません。自分が意識せずにふと言った言葉からヒントをこう掴むっていう場合もありますし、時間をかけて数ヶ月後に理解してできるようになったっていうこともあります。与えられるものすべてこう与えて、こうじっとね、できるようになるのを待つっていうことも結構必要だったりします。いろいろありますけれど、その一番大切なのはなかなかこうできなくっても起こらないことです。自分が例えばこう経験者だったりとか、ピアノなんかをこうやってて自然とこう楽譜を読めるっていう人が、それまで全く音楽に触れてこなかったような子に教えるとですね、一体なんでできないんだろうっていうふうに思うことがきっとあると思います。そういう時もですね、まず普通人間は教えられたことがなければできないっていうのが当たり前で、なんで自分はそれができるのかっていうことを振り返るいい機会でもあります。自分が無意識にやっていることをしっかりこう言葉にして伝えるっていうことは、自分の技術をこうしっかり固めてさらにこう高めるのにも非常に役に立つので、こう考えてそれを伝えてあげるっていうことにチャレンジしてみてください。非常にですね、自分の実力アップにつながります。自分がお手本を見せて、で後輩に吹かせて、少しでもいいところがあればまず褒めてあげる。それからアドバイスですね。あれしちゃダメ、これしちゃダメっていうふうに、こう否定の言葉をできるだけ使わずに、こうやるとうまくいくよっていう具体的な方法を示してあげると、まあこれで大体うまくいきます。教えるのもですね、最初はうまくいかなくてもやっぱりこう経験を積むことでうまくなっていきます。教える側も教わる側もお互い慣れるまでにやっぱり時間がかかります。フルート以外にもいろいろコミュニケーションとか取って信頼関係を築いていってください。以上、参考になったでしょうか。この動画ではまだまだ皆様からのフルートに関する疑問や質問にお答えしていきます。メルマガの Q&A コーナー、 YouTube のコメント欄、 LINE アットなどにどんどんお寄せください。お待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。それでは。